ジャムカン手榴弾は第一次世界大戦時のイギリス陸軍が初期に設計し使用した手榴弾である。正式には20シリンダー、脳8及びー9手榴弾と呼ばれる。この20シリンダー手榴弾はイギリス陸軍が多種設計した手榴弾のうちの一つで第一次世界大戦の初期の段階で使用された。これはナンバーワン手榴弾の失敗を埋め合わせるためのものだった。 本手竜弾は内藤に作薬を収容し、外藤には金属破片もしくはボールベアリングを収容している。もっと重たい様式である脳級手榴弾では、より多量の高性能爆薬と金属破片を収容した。新刊は摩擦式もしくはタバコによって添加された。当初、手榴弾の需要が極めて大きく、設計者たちは彼らの手榴弾を、 兵士の食料であるジャムを入れた缶から即席に作るよう奨励されており、これが名前の由来となった。この即席の形状のために事件が起こり、また他のより優れた手榴弾の補給のため、本手榴弾は公式に撤回されるに至った。ジャム缶手榴弾は交代するイギリス兵により、ブービートラップとして使用された。罠はジャム缶手榴弾に、 感圧式のトリガーを仕掛けて実施され、これらは状態が乱されるまで解除されずに置かれるよう、遺体か他の重い物体のもとに残地された。ありがとうございます。